ヤフオクでこんな出品物のコメント欄を覗いてみたら、こんなコメントが書き込まれていた。はい、まあ一応ですね、まあ、ホンダのスーパーカブと1個ずつ出るんだ、エンジン、アメリカの軍用時計と、ルイ・ヴィトンで、10円切って、で、大谷翔平のボブルヘッド、一応どれに答えてもいいです。で、番号振ってあるんで、番号言ってもらえるとそれにいけるんで、では5分間スタートです。六角連覇、はい、1から5セットでの発送となりますはい、つかみオープン。4番なんですけど、価値がなさすぎるんで住所を売ります間に当たる。5番なんですけど、嘘ですかあ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっと止めます。わざこ名人1番、乗る前から海に向かっていました宮田騎士5番、桑田真澄大谷翔平です。マジカセ5番、腕がボールなのは本物の証、半額にしてください六角電波、はい、5番、これの駒台苫小牧のバージョンありますか間に合わない5番、出品してくれてありがとうあと4、六角電波4番で使用感ありやってないからいいんですけど、まあ10番10円切ってないんですけど、ちゃんと価値があるらしいです。数千円くらいです。津波オープン3番でみちょぱが入ってますエスパイトみたいな。田中小平人4番、私も悪いのですが、お母さんが書かれていると思っていましたマジカセ、すべて同じ大きさとなります六角電波3番、中に同じものが入っています宮田騎士4番で、マットマニラザル5番で、俺、本当にこいつ好きやわ大谷翔平のボブルヘッド。球場で配られたらしい。ドラネコ名人5番ですね、なんか付属のビッグフライがついていませんでした6連覇1番なんですけど、吉岡1990世紀末の知らないメーカーだった間に合わない。5番について嵐コメントなんですけど、ゴミうんこ宮田騎士3番、とても高いものではないかと思うのですがマジカセ5番、後ろの箱はやめてほしいです六角電波2番、肌を強くします何で軍用時計なんだ。一応、マジカセ1番、どこまで行きますか間に合わざる5番、俺こいつの元ネタわかる有名人なんだよ。トラネコ名人と3番ですね、物に物を入れるという発想、気持ち悪いですリュウジ1番、ネトネトさせて発送しますあと2分、六角電波5番、これどれぐらいかかりますか、なるべく早く必要ですマジカセ4番、下の数字は年齢ですか宮田騎士5番、箱の中にも入ってます何届くあと1分30秒一応スーパーカブも本当に売ってはいます。六角電波3番女の物言え田中名人1番、俺がバイクだった頃に似ている、ラジカセ2番、今は6時だと思います写真だからマジラザル5番、このニューカマーが1980円ってマジかよあと1分間に合わざる5番、ブサイク六角電波1番に、これ取ったのどこですかラジカセ5番、顔が僕と似てる宮田騎士2番、オフ会で人気者に
あと40秒。なんでオフ会やん。ヤフオクでスーパーカブ買いたいかって言われるかなんて。ヤフオク連覇、4番、これを貼った空の封筒って送れますか。顔として、バネコ名人。4番、女性として許せません。ヤフオク上田騎士。4番、大量生産大量消費。ラジカセ。5番、食料を与える必要ありますか。マニラザル。5番、娘が死にそうなので半額にしてほしいです。津波オープン。3番、家で採れたキャベツも入れときます。六角連覇。3番、これ持ち手切れてる可能性あるな。ラスト1投ずつでお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、船田騎士。4番で、これの貼り方のビデオもつけてほしいです。マニラザル。5番、これ作った人を法律以外で罰せれますか。マジカセ。5番、帽子はハゲを隠してるという気持ち。リュウジ。1番、マルハンに行くようにいかがですか。10、六角連覇。2番、梱包材で千円札が使われてました。最高の出品者です。二度と関わらないでください。トラネコ名人。1番、申し訳ないのですが乗った時がピークでした。終了。はい、では手すり野郎さんからお願いします。まず六角連覇さんの4番で使用感あり。トラネコさん4番で、お母さんが書かれてると思ってました。もう一個がナジカセさん5番で、後ろの箱はやめてほしいです。おい。4番の六角電波さんの使用感あり、5番のマニラザルさんの俺こいつの元ネタわかる。あともう一個マニラザルさんのこれ作った人法律以外で罰せられます。吉田伊賀さん。梅田騎士さんの5番に対する箱の中に入ってマニラザルさんの、俺こいつの元ネタわかる。六角連覇さんもなるべく早くください。